はい皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川ーーです。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。2、はい二時間足ボリンジャーバンド一目均衡表、トレンドが出ておりません。そんな中、ストーキャスティックス、強い売りシグナルが点灯ということで、2、はい二時間足ベース、難聴な推移を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、2時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線ほぼ真横と。 ということでトレンドが出ておりません、その中で遅かしはといいますと、21ポイント平均線、下抜け成功しております、トレンドが出てない中、売りバイアスが若干強いのかなという感じです、その中、教えたケ果、ストキャスティックス、変わりすぎな判断基準であります8、80%ラインよりも上で売りシグナルが点灯、さらには直近の動き、パーセント D、パーセントスローーが鋭角に下落をしておりますので、強い売りシグナルが点灯中ということです。はい、続きまして、2次間足一1目均�表です。 ローソク足と雲の位置関係から考えますと、まあ、トレンドが出てないということですそんな中、短期市場の赤いラインの転換線、中直市場の青いラインの基準線もほぼ真横ということなんで、まあ、方向感もない中でローソク足はサポートラインとしてワークしておりました転換線基準線を下抜け成功しておりまして現在、雲の上限を下抜けトライ中ということですこの雲の上,上限の下抜け成功した場合は、まあ、売りが加速する可能性も十分考えられます。 ただ、現在、ロウソク足の上には基準線、ロウソク足の下には、まあ、あの雲の上限がありまして、まあ、両方ともどちらにも行きづらい状況かな、という感じがしております。はい、それでは、本日のサポートレジスタンスをご紹介します。本日はい、えーと、三時から、えー、FOMC で、三時、三十分からパウエル FRB。FR FRB 議長の会見が行われますビッグイベントが控えております、はい、さらにはに、えー、と日本時間18時から、えー、と臨時の ECB 会合が行われるという報道もありましたのでマーケットは大,大荒れになる可能性が高いということなので、はい、ちょっとですね、えーとえーと、サポートラインとレジスタンスラインも広めに取りたいと思います、はい、まずはサポートラインです133円ちょうどレベルと ということです、はい、続きまして、レジスタンスラインなんですけども、まあ、135円の50レベル、135円の50レベルと、個人的には考えております。 はい本日ニューヨーク市場の予想レンジ133円ちょうどレベルから135円50レベルということです、はい、ポイント本日 FOMC136 円台到達それともということなんですけどもはいあの先ほどご紹介した通り16日3時に FOMC の金融政策決定 会合、えっ、ー、と政策の発表ですね。あとは3時30分にパウエル frb 議長の会見が行われます。はい、ここ何日間かで急速にですね。あの0.7。5%の利上げ観測があの急速に高まっておりまして、ちょっとマーケットがかなり注目をしている。 状況です、はい、そんな中、ですねえっ、ー、と136円台到達ということなんですけれども、まあ、個人的にはですね FOMC を受けまして、まああのー、急落すると考えておりまして、まあ、136円は難しいのかなという感じがしております。はい、あとは18時ですね、日本時間の18時、はい、臨時の ECB 理事会が開催されるという報道もありましたので。 ECB が何らかのアクションを起こした場合っていうのは、やはりユーロ買い、で相対的にえとドル売りとなる可能性も考えられますというところです。はい、でですね、まあ、本日ニューヨーク、入、えー、と時間帯、ドル円なんですけども、難聴な展開を予想しております。 ご案内した通り、16日の3時に FOMC の金融政策発表、3時30分からはパウエル FRB 議長の会見が行われますで、本日21時開始のライブ配信番組内で FOMC の解説、また、えーとですね、本日21時30分に発表される5月のアメリカの小売売上高の結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介します。 また、ですね、まあ、リアル講座で、えっ、ー、と、五月の小売売上高の結果を受けた。スケール取引も行う予定となっております。はい、開催,催 url につきましては、番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたら、ご視聴の方、よろしくお願いします。本日は以上となります。